半沢直樹シリーズアルルカンと道化し、アルルカンと道化しは、池井戸淳による日本の経済小説。2020年9月17日に単行本が、講談社より刊行された。半沢直樹シリーズの第5作目で、時系列的には、シリーズ第1作、俺たちバブル入行組の前日単にあたる。半沢が、東京中央銀行大阪西支店へ赴任して間も、ない頃に起こった、 美術出版社の買収案件に橋を発する物語。オーディブルにてオーディオブックが書籍発売と同日に吉田健太郎の朗読で配信された。西大阪スチールに対する5億円の再建回収騒動が起こる前年、東京中央銀行東京本部の審査部調査役として脱腕を振るっていた半沢直樹は業務統括部長の宝田晋介とことあるごとに、 対立し揉め事を起こしていた。だが、半沢は、毎回のように、宝田を論破したことで、彼の反感を買う羽目になり、平基地へ移動させられる圧力をかけられたことから、人事部の計らいで、ほとぼりが冷めるまでの間、大阪西支店の有志課長として移動することになる。大阪西支店に赴任して1ヶ月経った9月の月初め、半沢は、支店長の浅野忠し経由で、 大阪営業本部の友野厚からオファーをかけた企業名を伏せられたまま大阪西支店の取引先である老舗美術出版社千葉工芸社の買収案件の交渉の場に同行してほしいと要請を受け友野を伴い千葉工芸社を訪問する友野は打者の参加に入れば資金繰りに困ることもないだろうと 社長の千葉智之や彼の妹春たちの足元を見て脅迫じみたやり口で買収話を切り出す。友野の失礼な申し出に千葉社長は買収話を拒否し、半沢は友野の比例をすぐさま謝罪するが、買収の話に含みを持たせたまま友野がその場を引き上げたことで交渉は一旦終了する。後日、半沢は同期の泊忍から、 千場工芸者の買収オファーをかけたのは、新進 IT 企業、ジャッカルであると伝え聞く。IT 企業と美術出版社という関連性のなさそうな企業間の買収案件を、半沢は不思議に感じるが、ジャッカルの社長、田沼ジアが世界的に有名な絵画コレクターであったことから、 美術に関連した買収話であるとも思われたが、大阪営業本部に探りを入れた泊まりに確認しても、なぜ負債を抱える美術出版社を買収しようとしているのか真意は、つかめず、謎のままであった。千葉社長が買収に応じる意思がないことを確認した、半沢は、資金繰りに苦しむ千葉工芸者を救済すべく、千葉工芸者の有志担当である有志家の新人、 中西栄治や課長代理の南田勤と村と2億円の融資の品儀を作成し承認を待つ。しかし大阪営業本部からは千葉工芸者が5年前にある会社の計画倒産に加担した疑惑があることを理由に品儀が突き返される。品儀が突き返されたその裏には東京中央銀行の重要取引先であるジャッカルの社長田沼が熱望する。 千葉工芸者の買収話を何としてでも成立させようとする大阪営業本部副部長の泉浩二と彼の同期入校の仲間、宝田、大学の後輩にあたる浅野たちが結託して圧力をかけて品利を突き返させ資金繰りに困った千葉工芸者が買収話に応じるように仕向ける動きがあった。半沢たちは千葉工芸者に赴き、 有志の拒絶理由である5年前の計画倒産への関与疑惑を千波社長に確認することとなる。今回の不審な美術出版社の買収話の秘密は、今は亡きモダンアート界の長寿西名譲るの代表的なモチーフ、アルルカンとピエロが握っていた。大阪西支店四橋筋と中央大通りが交差する大阪市内の一等地に立地している。月初めに、 銀行ビル屋上にある都裁稲荷神社から分支された東京中央稲荷に稲荷参拝することが習わしとなっている。大阪営業本部東京本部、売上高50億円ほどの創業から100年近く続く一族経営の老舗美術出版社。建築やデザインの専門誌の発刊や美術館などでの特別展示会やイベントの企画など、 芸術分野とその周辺事業に根差した業態だが、出版不況の煽りを受け資金繰りに苦しんでいる。新進の IT 企業。インターネット上の仮想ショッピングモールが大ヒットし、創業5年で上場を果たしている。梅田駅近くに本社がある。ありがとうございます。